マルテの手記リルケ。前回の続きからです。それが2週間前のことだ。今ではそんな出会いなしに1日が過ぎることはほとんどない。薄闇の中だけでなく、真っ昼間の人の多い通りでも同じようなことが起こる。突然僕の前に小柄な男や老婆が現れてうなずき、何かを見せ、必要なことはすべて済んだというようにまた姿を消す。いつの日か彼らが思い立って僕の部屋まで来ることだって大いにあり得る。僕が住んでいる場所はきっと知っているだろうし、守衛に止められないようにうまく手はずを整えるだろう。だがここなら、親愛なる人々よ、僕はここなら君たちに会わずにいられる。図書館の中に入るには特別なカードが必要なのだ。僕は君たちに先んじてそのカードを手に入れた。ご想像にたがわず、僕はいささかビクビクしながら通りを歩いている。しかししまいにはガラスのドアの前に立ち止まって、あたかもそこが自分の家であるかのようにドアを開き、次のドアのところで僕のカードを見せ、ちょうど君たちが自分のものを僕に見せるように、ただ僕が何を求めているのか相手に理解してもらえる点が違っている。それからこれらの本の間にいる。僕は死人のように君たちから遠ざかった。そしてここに座って一人の詩人の本を読んでいるのだ。詩人がどんなものだか知らないって？ベルレーヌ。知らない？思い出さない？いやはや、詩人というものを知っている人たちと区別できないって？君たちが区別しないってことを僕は知っている。でも僕が読んでいるのは別の詩人だ。パリには住んでいない、全く別の詩人。山の中に静かな家を持っている人だ。彼の声は澄んだ空気の中で鐘のように響く。自分の家の窓や愛すべき孤独な彼方を物思わしげに映し出す本棚のガラス戸について語る幸せな詩人。この詩人こそ僕がなりたかったと思う人物だ。彼は少女たちについてあんなにもたくさんのことを知っているのだから。僕だって彼の立場にいれば少女たちのいろいろなことを知っただろう。彼は100年前に生きていた女の子たちのことを知っている。彼女たちが死んでいたって構わない。彼はすべてを知っているのだから。それが肝心なのだ。彼は彼女たちの名前を口にする。細長い文字には古風なリボンのような飾りをつけて、静かにほっそりと書かれた名前と、彼女の年上の友人たちの成人してからの名前。そうした名前の中にすでにわずかばかり運命の響きが、失望と死の響きが混じっている。ひょっとしたら彼のマホガニー材の書き物机の引き出しには、彼女たちからの色あせた手紙やベージュの外れた日記が眠っているかもしれない。そこには誕生日のことが書かれている。夏のパーティーのこと、誕生日のこと、あるいは寝室の壁際にある銅の膨らんだタンスの中に、彼女たちの春服が保存されている引き出しがあるかもしれない。復活祭に初めて手を通した白いドレスだ。水玉模様のチュール地で作られていて、本来は夏物だけれど待ちきれなかったのだ。親から受け継いだ家で、昔ながらの落ち着いたものに囲まれて、静かな部屋の中に腰掛けたり、軽やかな淡緑色の庭で声試しをする四十からの今年初めての鳴き声を聞いたり、遠くに響く村の樹唱を聞いたりできるのは、なんという幸運だろう。
腰を下ろし、午後の太陽の暖かい光の筋を眺め、この世を去った少女について多くのことを知る詩人であるということ、自分もどこかに定住できていたらそのような詩人になっていただろうと僕は考えている。この世のどこか、誰にも顧みられないたくさんの閉鎖された別荘の一つに、必要なのは一部屋だけ、屋根裏の明るい部屋だ。僕はそこに古いもの、家族の肖像画や本を持ち込んで暮らしただろう。背もたれのある椅子と花、犬たち、石ころの多い道を歩くための丈夫な杖を所有していただろう。それ以外はいらない。黄ばんだ象牙色の革で閉じ、古めかしい花柄の見返しをつけたノートが一冊あればいい。僕はそこにたくさんのことを書き込んだだろう。というのも、あれこれ考えただろうから。そして多くの人の思い出があっただろうから。でもそうはならなかった。理由は神様だけがご存知だ。僕の古い家具は置き場所として提供してもらった納屋で朽ちつつある。そして僕自身は、ああ、なんということか、住むべき家を持たないのだ。僕の目に雨が降り注ぐ。時折、例えばセーヌ通りなんかで小さな店のそばを通りかかる。ショーウィンドウに品物をいっぱい展示している骨董屋とか、小さな古本屋、銅版画の店なのだ。そういう店に客が入っていくことはない。どうやら商売はしていないようだが、中を覗けば店主たちが座っている。座って本を読んでいて、屈託がない様子なのだ。明日のことを思い患ったり、成功を求めて不安になったりすることもない。店内には犬がいて、機嫌よく店主の前に座っている。あるいは猫がいて、本の列に沿って、まるで本の背に書かれた作家の名前を拭い去ろうとするかのように歩きながら、静寂を広げていく。ああ、それで十分生きていけるのなら、僕は時折、そんな風に飾られたショーウィンドウを一つ買い取って、20年間、犬と一緒に店の中に座っていたいなんて考えてしまう。何でもないさ、と大きな声で言ってみるのはいいことだ。もう一度、何でもないさ。これで助けになるだろうか。またしても、僕の部屋のストーブから煙が上がった。そのせいで外に出なければいけなくなったが、これくらいのことは本当に大した不幸ではない。ぐったりして風邪をひいたような感じだが、そんなことに意味はない。路地を一日中歩き回っていたのも自分のせいだ。ルーブル美術館で座っていてもよかったのだ。いや、それはやっぱりできなかった。あそこには暖を取りたいだけの人々が来ている。彼らはビロード張りのベンチに座り、両足を大きな空っぽのブーツのように揃えてスチームの格子の上に乗せているのだ。極めて謙虚な男たちで、勲章をたくさんつけた黒っぽい制服姿の役人たちが彼らをそこにいさせてくれるので感謝している。でも僕がそこに足を踏み入れると、彼らはにやりと笑うのだ。にやりと笑い、ほんの少しうなずく。そして僕が絵の前を行ったり来たりしている間、僕から目を離さない。ずっと目を離さず、かき混ぜられて中身がごちゃごちゃになったような濁った目を僕に向け続けている。だからルーブルに行かなかったのはいいことだった。僕はずっと歩き続けていた。どれくらいたくさんの町、たくさんの地区、墓や墓
橋や通路を通っただろう。僕はどこかで野菜を乗せた荷車を押している男を見た。彼は叫んでいた。カリフラワー、カリフラワー。フラワーという部分を独特の暗い母音で発音していた。角張った醜い女性が彼の隣を歩いていて、時たま彼の体をつついていた。彼女につつかれると彼は、カリフラワーと叫ぶのだった。時折彼が自分から叫ぶこともあった。でもそれは何の役にも立たず、お得意さんの家の前を通りかかると、すぐにまた叫ばなくてはいけない。彼の目が見えないということはもう話しただろうか。まだだった。そう、彼は目が見えなかった。見えないまま叫んでいた。そんなことを書きながら僕は話をごまかしている。僕は彼が押している荷車を無視し、彼がカリフラワーと叫んでいることなど気づかぬふりをした。でもそれは本質的なことだろうか。もし本質的だとしても、そのこと全体が僕にとって何を意味したかという話にはならないのではないか。目が見えないまま叫んでいる老人を見た。見たのだ。見た。そんな建物があるなんて信じられるだろうか。いや、僕がごまかしていると人は言うだろう。でも今回は真実だ。何も省いていないし、もちろん付け加えてもいない。どこからそんな話を持ち出すというのだろう。僕が貧しいことはみんなが知っている。周知の通りだ。建物だって。正確に言えばもう存在しない建物だ。上から下まで壊されてしまった建物。残っていたのは他の建物。もともと隣にあった背の高い建物だった。どうやら隣をすべて壊してしまった後、その建物も崩壊の危機にさらされているようだ。というのも、タールを塗った背の高い柱からなる骨組みが、瓦礫置き場とむき出しになった壁との間に、斜めに差し込まれていたからだ。僕がその壁の話をしていることをすでに話したかどうかわからない。それはいわば、そこに立っている建物の最初の壁ではなくて、以前そこにあった建物の最後の壁だからだ。今はない建物の内側を見ることができた。いろいろな階の部屋の壁が残っていて、そこにはまだ壁紙が張り付いており、あちこちに床や天井の端が見えた。部屋の壁にあたる部分の隣には、壁全体に沿って上から下まで汚れた白い壁面があり、排泄物を流すための錆で汚れた管が言葉にできないほど気味悪く、ウジ虫のような柔らかさで、あたかも消化管のような動きを見せながら口を開いていた。明かりを灯すためのガス管の通り道が、ほこりっぽい灰色の傷跡を天井の端に残していた。その道はあちこちで突然曲がり、円を描いたりしながら、色のついた壁の一つの穴の中に入り込んでいたが、その穴は黒々としており、容赦なく壊されていた。しかし、最も心に残ったのは壁そのものだ。かつての部屋の粘り強い生命は、簡単に踏みにじられることはなかった。部屋の命がまだそこにあり、残された釘にしがみついたり、手の幅くらい残った床の上に立っていたり、ほんの少し内部の空間を残している建物の角の端っこにかがんだりしていた。それらの命は年月が経つうちにゆっくりと色彩を変えていった。青はカビっぽい緑色になり、緑は灰色に、
黄色は古くて汚れ、腐りかけている白になった。かつて鏡や絵やタンスが置かれていたために、壁の中でそこだけ色が新しい状態で残っている箇所にも命があった。命は前に置いてあったものの輪郭を何度もなぞり、今やむき出しにされている秘密の場所に、雲や埃とともにとどまっていた。擦り切れた帯状の壁紙や壁紙の下っ端に湿って膨らんだ箇所や引きちぎられた切れ端の中で部屋の命が揺れていた。ずっと前にできた醜いシミの中からも命がにじみ出ていた。壊されてしまった内壁の仕切りに囲まれた、かつては青や緑や黄色だった壁から、これらの命の気配が漂い出ていた。それはねっとりとした、鈍くて重たい空気で、どんな風にもまだ吹き払われずにいる。昼食の匂いや病気の匂い、人々の吐いた息や、何年も前の煙、脇の下から突然吹き出して洋服を重くする汗、口から出る味気ない匂いや、足が蒸れた時の嫌な匂いがとどまっている。鼻をつく小便の匂い、すすをいぶした匂い、ふかしたじゃがいもから昇る灰色の蒸気の匂い、古くなって傷んだラードの匂いもする。放っておかれた赤ん坊のずっと鼻に残る甘ったるい匂いや、学校に通う子供たちの不安の匂い、成熟しつつある少年たちのベッドから立ち上がる暑苦しい匂いもあった。それらの匂いにたくさんのものが混じっていた。例えば蒸気が漂う路地の底から上がってくる匂い。その他には雨と一緒に上から染み込んでくる匂い。雨も都会の空ではもうきれいな水ではなかった。そしていつも同じ路上に吹いている弱くて従順なビル風がたくさんの匂いを運んできていた。さらにどこから来るのかわからないいろいろな匂いもあった。最後の一枚以外、壁はすべて壊されていたことはもう話しただろうか。僕がずっと語っているのはこの壁のことなのだ。よっぽど長い間その壁の前に佇んでいたんだなと思われるかもしれない。でも誓ってもいいが、僕は壁の実態を見極めるや否や、またすぐに歩き始めたのだ。その壁を見極めたこと自体が、ゾッとするような出来事なのだから。僕はこの街のすべてを認識してしまう。それらのものは有無を言わさず僕の中に入り込み、僕の中に救っているのだ。こうしたことの後で、さまざまな印象にいわば責め立てられて、僕はかなり疲れてしまった。だからそのウェアの男がまだ僕を待ち受けていたのはあんまりだった。彼は僕が目玉焼きを2個食べようと思って入った小さな軽食屋で待ち受けていた。僕は空腹だった。その日はずっと食事する機会がなかったからだ。でもこの店でも僕は何も食べられなかった。卵が焼ける前に僕はまた路上に戻ってしまった。道路では人々がぴったりとくっつき合い、川の流れのように僕に向かってきた。カーニバルの夜で人々には時間がたっぷりあり、あちこち歩き回ったり、ぶつかり合ったりしていた。彼らの顔には、見せ物小屋からの光が反射しており、彼らの口からは、傷口から海が出るように笑いがこぼれ落ちていた。僕がイライラして前に進もうとすればするほど、彼らは笑い、ますますぴったりくっついて、押し合い、へし合いしてきた。一人の女性のショールがなぜか僕に引っかかって、僕が彼女を引きずる羽目になってしまった。人々が笑いながら僕を立ち止まらせた。
自分も笑うべきだろうなと思ったが、できなかった。誰かが片手いっぱいの紙つぶてを僕の目に投げつけてきた。が、無知で打たれたように痛かった。人々は根っこが生えたように街角にとどまり、互いの体をぎゅうぎゅうと押し合っているだけで、先へ進んでいるようには見えなかった。ただかすかに柔らかく上下に動くだけで、まるで立ったままセックスしているみたいだった。人々が静止したときに、僕はひしめき合う群衆の切れ目を見つけて、車道の端に向かって大急ぎに突っ込んでいったのだけれど、本当のところは人々の方が動いていたのであり、僕は少しも進んではいなかった。目を上げても何も変わらなかった。一方には同じような家ばかりが見え、反対側には見せ物小屋が見える。ひょっとしたら何もかも静止して、僕や人々のめまいのせいで、すべてが回って見えたのかもしれない。それについて考えている暇はなかった。僕は汗びっしょりになっていて、頭がぼーっとなるような痛みが体の中をめぐっていた。まるで血液が何か大きすぎるものを運んでいて、それが運ばれている場所で血管が拡張しているみたいに、空気もとっくに底をついて、自分が一旦吐き出し、肺がそのままにしておいたものを吸い込むことしかできないように、その時の僕は感じていた。